この動画はフィクションです。犯罪を助長する意図は一切ありませんので、絶対に真似しないでください。こんにちは、ずんだもんなのだ。今日はメタンと一緒に回転寿司屋さんに行くのだ。どうやら最近インターネットでは回転寿司屋さんで撮影した動画が大人気らしいのだ。僕も真似して動画を上げれば人気者になれるの間違いなしなのだ。今日はメタンに動画を撮影してもらう代わりに僕がおごるのだ。動画を撮影するだけでお寿司が食べれるなんてありがたいわね。とはいえどんな動画を撮影したらよいかわからないのだ。こういう時は5チャンネルを見るのが一番なのだ。どれどれ？回転寿司で動画撮影してネットに上げてもギリ許される行為上げてけ。これなのだ。早速書き込みを見ていくのだ。漁師さんの格好して来店する。漁師さん、うん、確かこんな格好だったのだ。じゃあ僕が持ってる中で一番近いこの服装にするのだ。それと必要な道具があるみたいだからいろいろ買ってから行くのだ。数十分後お店に着いたのだ。せっかくだから生配信にするのだ。じゃあまずは行儀よくうまそうに食べる。美味しいのだ。次はどうしようかな。寿司の匂い嗅ぐ。それにするのだ。くんくん、魚の匂いと酸っぱい匂いがするのだ。次はこれなのだ。寿司どんどん取ってって漆塗りの容器にきれいに詰めてその場で食べて帰る。よいしょよいしょ。美味しいのだ。どんどん行くのだ。コンビニ弁当を食べる。美味しいのだ。やば、お次は隣の席でルーレットを回したがってる子にお皿を開けてあげる。どうぞなのだ。お姉ちゃんありがとう。やばくない？ここからはごちゃんの書き込みを後出しにするのだ。じゃあまずはこのガリの容器の中身を全部食うのだ。ガリ全食い。酸っぱいのだ。やば。次は皆さんお待ちかね、この醤油のボトルを飲み干すのだ。ボトルの醤油を全部飲む。しょっぱいのだ。やば。さてそろそろ流れているお寿司の方に行ってみるのだ。この流れているお寿司を全部食べちゃうのだ。店の食材全部って売り切れにする。さらに期間限定品を店にあるだけ食べちゃうのだ。期間限定品を買い占め。もうお腹が苦しいのだ。やば。てか私の食べる分は？安心するのだ。お店のお寿司がなくなっちゃったからこのスーパーで買ってきたお寿司を勝手にレーンに流すのだ。スーパーで買ってきた寿司を勝手に流す。私の分は？これで最後なのだ。皆さん、今日の会計全部僕が払うのだ。あの客の会計を全て払う。マジ？ありがとう。これで人気者間違いなしなのだ。メタンちゃんと生配信で来てたのだ。私のお寿司。極みチャンネル。次回もお楽しみに。